ニューヨーク州スリーピーホローにあるロックフェラー家の本カ会カットロックフェラー家はドイツ南部のプロテスタントの一派バプテストとして起源を持ったアメリカ合衆国の名門に一族。祖先はフランス系のユグノー出身であり、本来の加盟はロックフィーユであったがドイツへの移住とともにロッケンフェルダーとなりアメリカに移住してからロックフェラーと解消した。 世界最大の石油トラストとして君臨した、スタンダードオイル創始者のジョン D ・ロックフェラーと弟で、ナショナルシティ銀行ニューヨーク創業者の一人である、ウィリアム・ロックフェラーによって発展した一族。世界的な財閥で、石油業や軍事産業、金融業など様々な企業を参加に収める。その中の代表的企業には、ジョンの孫のデイビッド・ロックフェラーが頭取りを務めた、チェースマンハッタン銀行がある。 これは、カーギルのメインバンクであった。モルガン財閥、メロン財閥と並ぶ米国三大財閥の一角。英国の世界的な財閥であるロスチャイルド家としばしば比較され、2012年5月30日のリット・キャピタル・パートナーズでの歴史的な資本提携は話題を呼んだ。さらには、ジェラルド・アール・フォード大統領のもと、副大統領に就任したネルソン・ロックフェラーや、 アーカンソー州知事を務めたウィンスロップ・ロックフェラー、現職のアメリカ上院議員の J ・ロックフェラーの3名の政治家も輩出した。また、ジョン・ D ・ロックフェラー2世が自らの資金で建設したロックフェラーセンターや初代が事前事業の一環で始めたロックフェラー財団やロックフェラー大学などその名を冠した建造物や組織もある。人物ロックフェラー家の名を冠する事物ロックフェラー家は 創設者、ジョン・ロックフェラーの第三世代にあたる孫のネルソン・ロックフェラー以来、多くの政治家を輩出しており、特に州知事ポストではこれまで3つの州で4人の州、知事経験者を輩出している。また、デイビッド・ロックフェラーの息子、デイビッド・ロックフェラー・ジュニアは、ニクソン大統領によって過去に2回にわたり、財務長官への就任を求められたが、いずれも辞退している。 ありがとうございます。